コミュニティの皆様、いつもウィークリービデオを見ていただきありがとうございます。毎週 CSSB トークンとスイスボーグのテクノロジーに関する最新情報を発信しておりますので、チャンネルの登録も忘れずによろしくお願いします。はじめにスイスボーグの新しいファミリーメンバー、新入社員の紹介です。フィデルは金融分野での豊富な経験を持ち、その経験を生かし、財務管理のポジションで活躍しています。 続いて今週のアナウンスメントは、コミュニティアプリのアップデートについてです。我々はコミュニティアプリのバージョン2を来年リリースすることになりました。現在のコミュニティアプリでは、約16万近くのプレイヤーに利用していただき、コミュニティ成長の面でも成功につながりました。 そして、コミュニティアプリは、コミュニティのための素晴らしい教育、エイジツールであるだけではなく、我々のマーケティングのための非常に最適な成長ツールであることを次のスライドでご確認いただくことができます。こちらの統計グラフをご確認いただくと、我々の AUM の26.6%は、コミュニティアプリから生まれ、その方々は ICO 参加者ではなく、何らかの形でスイスボーグに興味を持っていただき、ウェルスアプリをダウンロードしていただいています。 その点からもコミュニティアプリの影響で新しいコミュニティメンバーが集まり資産面においてもピーク時には4000万ドルがコミュニティアプリから集まっています続いてウェルスアプリを介したエクスチェンジ手数料の観点からはコミュニティアプリのユーザーは全体の手数料の3分の1を生成していますまた我々のマーケティングコストの面ではこれだけの大規模なコミュニティメンバーを コインマーケットキャップを通して獲得する上では50万ドル以上のコストがかかりアップルやフェイスブックの広告を使用した場合も10万ドル以上のコストがかかりますこれらコミュニティアプリのインストール数からご確認いただいても我々のコミュニティが成長することでマーケティングコストの面においても非常にベネフィットになっていることをご確認いただけると思います。 続いて、新しいコミュニティアプリバージョン2の新機能については、より多くのコンペティションを行い、報酬を獲得し、その報酬をウェルスアプリに直接リンクさせることができますので、ウェルスアプリのダウンロードを得て、ユーザー数が増えることにも期待をしています。コンペティションの期間、実施回数につきましての詳細は、まだ未定ですが、年に2回。 3回、4回など短いスパンで開催することを予定しています。そして新しいデザインもより素敵になり、皆様が分かりやすくご利用いただけるデザインに構成されています。コミュニティアプリのバージョン2は2021年にリリースされる予定です。続いて CHSP ユーティリティトークンについてです。 はじめに現在皆様にご利用いただいている我々のユーティリティは上から順番にプレミアムメンバーシッププロテクトアンドバーンリファレンダムメリトクラシーですプレミアムメンバーシップはアマゾンプライムのようなお得な特典を備えゼロコミッションでビットコイン CSSP ステーブルコインの取引を行うことができそれ以外のトークン取引の際も50%オフの手数料で取引を行うことができます これまでのところ、このユーティリティは非常に成功しており、ロックされた CHSP トークンは4200万ドルで供給量全体の6%に達します。プロテクタンドバンにつきましては、150万 CHSP トークンのバンを実行しています。リファレンダムにつきましては近日中に再開される予定です。 そして私たちのメリットクラスにおいてはコミュニティの皆様の投票を通してネットワークの方向性を選択する機会と私たちを支えるコミュニティメンバーのののためのものです続いて我々の新しいユーティリティスイスボーグのイールドファーミング機能についてなぜこのユーティリティが我々にとって重要なのか市場のパフォーマンスと一緒に興味深いグラフをご確認ください。 DeFi が盛り上がる一方で一部のトークンは大幅下落し、いくつかのトークンは良いパフォーマンスを維持しています。特にイールディングユーティリティ、利回りが高いユーティリティを持つトークンは非常に良いパフォーマンスをしています。オレンジ色のボトムラインはビットコインであり、イールディングを提供するこれらのトークンはすべてビットコインを上回るパフォーマンスを示しており、その中でも Celsius と BNB が良いパフォーマンスをしていることをご理解いただけると思います。 続いて、スイスボーグのエリディグの強みについて見ていきたいと思います。まず左側のトークンにおいては、割引があること、第2にバックバーンやプロテクターのバーンメカニズムがあること。これらの機能を実装している CRO やビットフェニックス、レオ、フォービー、FTX は、マーケットキャップ、時価総額で50位以内の立ち位置で、スイスボーグよりもはるか上位にランクインしています。 こちら側のユティリティにおいてはスイスボーグもすでに兼ね備えていることを皆様もご存知いらっしゃると思います続いて左側のレンディングプラットフォームを持つイールディングユティリティを見てみましょうクリプト .com.cro 最近成長しているセルシアスもイールディング機能を提供しておりそして良いニュースはスイスボーグの新しいユティリティもイールディング機能を備えているということです そしてスイスボーグは BNB のように双方に優れている点を取り入れ我々のトークンを非常に強力で魅力的なものにします最後に今週のウィークリーデータです私たちのユーザー数は10月9日時点で5万人を超えました先週より追加されたマルチフィアット機能は現在332名の方にご利用いただいています マルチフィアット機能の使用の方法につきましては、先週のビデオでご説明していますので、併せてご確認ください。続いて今週は、アベノレントトークンの取引量が高く、60万ドルの取引量がありました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また来週も皆様にエキサイティングなアップデートをお届けできることを楽しみにしております。